ピンチがチャンス。JJ チャンネルです。今日は小4男児首吊り事件。この事件について考察したいと思います。この事件は、今現在、えー、警察はもう事件解決という形で、えー、要はもうこのタイトル通りですね、子供が首を吊って自殺をした、えー、事件性はないということで、もうこの事件、 終了という形でね、警察は捜査を終了しています。えー、ただ、あ僕がこの動画を上げた理由は絶対に違うと思います。絶対に違うと。僕はいつも斜めからの見方をしますけども、この事件、奥が深いです。ということで考察していきたいと思います。えー、まずこの事件の概要ですけども、2015年の10月の26日の夜8時に、えー、子供の首吊り死体が、 近くの近所で発見されたと。東京都、えー、日野市三沢にある、いわゆるあの高畑山っていう小さな小高い130メーターぐらいの子供の遊び場のようになってるね。小高い山で、えー、発見されたんですね。今から7年ぐらい前ですね。2015年の10月ですからね。で、その発見されたのが、小学校4年生の男の子がね両両、ね、両手両足、両手両足を あの、ビニール紐で軽く、ね、軽く結ばれて、ね、そして、前裸で、そして、あの、その小さな丘の上にある木に、ビニール紐で、ね、こんなような形で、ね、首をつって死んでいる死体が発見されたんですよ。前裸でですよ。で、特に手は後ろ、後ろ手で縛られてたんです。前裸で、手が後ろ手に縛られてて、 小高い丘で、そして首吊り自殺をしたと。ね。で、これはあの、要は子供がね、あの、26日の朝の11時、これ26日は、あの、前日が学校の、あの、いわゆるその、催し物があって、そして振り替え休日で学校が休みやったんですよ。 で、その男の子ね、ちょっと名前伏せときますけども、その亡くなった男の子は朝の11時ぐらいにね、お母さんにね、ちょっと遊びに行ってきますわ、言うて。あ、行ってきますわ、ちゅうかね。遊びに行ってきますー、言うて、告げてね。帰ってけへんかったんですよ。なかなか家に。で、お母さんが6時半になってもう帰ってけへんな。ちょっとこれあれやな、いうことで警察へ電話したんが6時半。ここ重要ですよ。警察に当日の電話したんが6時半です。で、見つかったんが、なんと。 そこから1時間半、一時間半だか2時間ぐらいのもう8時ぐらいに発見されてるんですよ。で、警察がね、発見した時に今そういうような形で全体で首吊りを発見した当初ね、警察は、えー、あの、この現場の写真ちょっと見てください。ここ現場です。規制線を張って、ね。で、捜査をするんですよ。これはもう絶対にこれ事件性が高いと、領域的な殺人やと。 いうことで捜査するんだけども、一瞬で捜査打ち切りになって、いや、これはね、あのー、いろんなもの、DNA とか現場の足跡とか、たどってみたけど、まだ DNA も出てこないし、現場に少年以外の足跡もなかったから、これは子供がね、あのー、自分で自殺したんやと。ね。いうことで終了です。 で、あの、ここのね、まず、僕は不思議やなと思うのは、この6時半にお母さんが電話して、もう8に見つかった。行くな、近所の小高い山言うても、この現場ですよ。ね、ちょっとこのあの現場も小高いところから見た風景とか、ちょっと見てください、イメージをね、してもらうためにね。で、死因が警察は、あの、首吊り自殺やと。いうことになってるんですね。で、捜査をして、で、メディアももちろん少し取り上げましたけども、メディアも口を、 ね、もう、あの、警察の発表をシーンとするんですよ。これ、怪しいですよね。もう、まずメディアが、こういった、この不思議な事件をね、急に警察の発表と手を組んだように、シーンとするっていうのは、まずこれが一番怪しいんですよ、見方としては。ここに注目してください。で、後ほどね、考察の時に、ちょっとお話しますけども、この、僕は、この前代やったっていうことと、警察とメディアが一瞬に口をつむった、 この二つで、この事件怪しいな、と。この結果、この、えー、いわゆるその、いろんな巷では考察ね、されてますけど、その考察の中で、あの、言われてんのがね、なんか友達と一緒に、えー、なんかこう、そういったいたずら的な遊びをしててね、それで、あのー、なんか、えー、なんかいたずらしてたら、その友達が、 あの死んでしまうような形になったんで子供がバー逃げたっていうね、まあ、そんな考察も有力なんですよ僕はこれはないと思いますわ絶対ないと思いますなんでないかっていうのをちょっとこの動画の中でお話ししていきますねまあそれとかまあ当然一番有力じゃない説がねいわゆるその異常な性欲のねいわゆる変質者が絡んだ事件やないかとかまあこれいろいろ言われてますけど でちょっとね、この事件、今、大体簡単な事件ですよね、6時半に電話して8人、警察が見つけたら、ね、全裸で、ね、首吊ってて、手足をロー,パでロープで盗まあ、れた子供が、要するに発見されたと、ほんで、衣服とか、そんなんもあって、で警察がね、この、えー、自殺で割り切ったのは、一応捜査してるんですよ、規制線してで、ロープとかからも DNA も他人のものが出てけえへんかったら、自分で縛られるような、緩い縛られ方やったと、ね、あともう一つ、足跡もなかったと。 ね。で、その、おいうようなことで、解決してるんですよ。そうだけどと、周りは不思議やなって言ってます。自殺するかなみたいなね。で、ちょっとこの、家族構成です。子供のね。これ、4人家族ですわ。お父さん、お母さん、ね。で、妹。で、ポイント、もう一つ、ここ、引っ越してきてすぐ。この場所に引っ越してきてすぐ。で、どこに通ってたかとっうとこの小学校に通ってたんですよ。あの、市の市立のね、あのー、これ、潤徳小学校っていう。 普通の小学校ね、日野市立公立の小学校が通ってたんですよ。ね。だけど、あの、ここに通ってた、これ、これもよくあるパターンですよね。ここに通ってた、あの、よくあるパターンっていうかね、あの履歴書ではここの小学校になるんですけど、実際ここには通ってないんですよ、小学校。このお父さんとお母さんがここの小学校に通わさんとね、あの、元東京都内にあるね、 NPO 法人が運営するあのフリースクールに通わしてたんですよ。ね、でこれあ,のあんまりネットでどこの高校とか言われてないけど別に言ったらいいんじゃないですかあのこれシュナイター系のフリースクールです東京県築シュナイター学校っていうところここに通ったんですよ。であのシュナイター系って言ってちょっとお分かりにくい人いてるのでね後ほどこのシュナイター系のフリースクールっていうね世界に1 0校ぐらいあるんですよ。 で、日本にも、あの、小さい、ほんま小さいね、10人とか20人ぐらいのね、このシナイター系の、あの、要するに、学校があるんですよ。で、この東京県事シナイター学校っていうのは、それは一番でかいやつ。160人ぐらい生徒がおって、あの、NPO 法人ですわ。ただし、あの、これ学校法人の資格を取ってません。ね、NPO 法人のフリースクール。そうやけど、一応義務教育は、小学校、中学校の義務教育は、 いあの学校に通ってなくても義務教育は不登校やねんけども学校には来てないけど全員に卒業証書が出るんですよ。それからねそこに通っていたことにはなるんですよ履歴書上はね。だけども実際はこの NPO のねこのシュナイター系のフリースクールじゃあこのシュナイター系のフリースクールって何やねんというところになってくるんですよ。僕はここの あの10歳の男の子がここに通ってたその家族背景とかこの事件とはあのね、えー、の関係っていうのを見ていくのも、ね、あの僕の考察の中の一つですただしこの動画で言っときますけどもあの僕はそれは自分なりの考察なんでねあのこの学校のことを非難してるとかそういうことじゃなくてあの教育方針とかねそういうようなものはねあのそれはあいろんなその教育方針という考え方がありますからそれを否定するもんじゃないっていうのを初めにちょっとお話ししときますね で、あの、これ、まあ、あの、横浜にもこのシュナイター系の学校っていうのがあるんですけどね、あの、NPO 法人で、どうなんかな、学費でどうなんかな、結構学費高いんですよ。これね、あの、いろんな、その、生徒それぞれによって値段が違うみたいです。普通のみんな一生言うのじゃなくてね。で、その、あの、これはネットの情報ですけども、 あの出た金額は一人家族とか二人家族とかによって値段が違って、一人家族の場合はね、あの、一人家族って子供が一人の場合とかそういう感じじゃない。大体最低基本1ヶ月5万円ぐらいから。ね。なんか私立のね、あの学校と。 よりあとは好きな金額でこの学校に通ってなくてもどこの学校も NPO 法人やからみんな寄付募ってますわ一口1,000円とか年間いくらとかでね寄付も要件えもうてるようなのがこの,の NPO 法人ですわで東京県立治品田学校っていうねところにこの子は通っていたと実際は日野市立潤徳小学校に席は置いてるけど行ってませんとだけど卒業証書をもらえるよという状況のこの家庭環境で育ってるんですよ でねちょっともう一つねあのー、僕はこの自殺ということに関してねあのー、不思議やなと思うのねあね自殺ってね日本って自殺大国ですここで注目な数字っていうのがあの9歳以下の自殺っていうのはゼロやって言われてるんですよね9歳以下の自殺ゼロただなんか小学校3年生の女の子が自殺したとかっていうそんなねあの,あの事件もあったように思うんですけどまあ大体9歳以下はゼロやと。 ね、であの小学生の自殺っていうのはねあの、令和2年っていうのはたった14人なんですよ。たった14人。だからものすごく特別な、こんな自殺の多い国でたった14人。であの、よくいじめとかで自殺があるっていうのを、ね、テレビでやってますけど、いじめで原因で自殺するのは中学校、高校生。 このデータ少ないですけど、小学校の14人の自殺原因の第1位は家庭環境。もう50%以上が家庭環境のことで、子供も自殺してます、実際にね。まあ異常ですよね、子供が自殺する。ちょっとそういう背景頭に取ってください。まず日本では子供の自殺っていうのは、たった14人ぐらいしかいてないんですよ、ということです。ね。言うたら1ヶ月に1人ぐらいしか、もう全国でいないと、こんな自殺大国で。それを警察が、ね、こんな、あの、 形で、その中でもこんなも裸でね、この首吊りしてる小学生の遺体を発見して、すぐに自殺やと断定したところが僕はおかしいなというように思うんですよ。ね。で、まあそういうのをちょっと背景に入れてください。 ほんでね、あの、子供あのが、その、あれですわ、あの、学校で自殺したわけやから、先生が学校でね、まあ、マナもなが今日亡くなったよって言うてもね、その、あの、普通の公立高校は通ってた形登録してるだけで行ってへんわけやから、生徒は、え、そんな、こうおったみたいな感じですよね。それは毎日、その、NPO のね、あの、そっちの方の、系列の方の学校行ってるんやからね。で、 いわゆるですね、ちょっとこの事件をススあの考察するのに、そういう環境の子供やったと。ちょっと特殊な子やったんですね。普通の学校に通ってて、自殺と断定されたんじゃないと。で、ね、その両親がそういった、あの、主体な教育の学校に、 通わせたとで、このシュタイナー教育って一体何かっていうとね、ちょっと時代は遡るんですよ。これ人の名前です、シュタイナーっていうのはね、ルドルフ・シュタイナーっていうね、これドイツ、ドイツの人間ですわ。で、あの、このドイツの人間が、いわゆるその、世界中に自分の思想を広げていったんですよ。で、あの、これは宗教的な学校か、 じゃないとか学校やとかってね、えー、いう考え方が、あの、いろいろありますけどね、あの、この学校自体はね、後ほどお話し,しますけどね、あの、ある考え方によってはね、あの、宗教団体で、ちょっとカルト的な宗教団体やっていうふうにね、あの、いわゆる認定されてる、いわゆるその考え方もあります。これ後ほどちょっとお話し,します。で、このあの、ルドルフ・あのスタイナーがね、 あの、どんな教育をしてたかっていうことなんですけどね。人間は物質とエーテル体とアストラ体と自我。こういうものが人間なんだと。つまりその、ね、あのエーテル体、魂とかそういうちょっとね、あの、こ、あのことを言うてるんですよ。そして、あの、宇宙的なね。まあよくありますよね。そういう宇宙の一部であるとかね。で、実際にこの学校は、 宗教教育じゃないって言いますけどちゃんと宗教家っていうのがあるんですよこれ小中高でちゃんとこの一貫した教育の中でねまあ宗教家っていうのがあるんですねであの実際にこのあのルドルフ・シュナイターっていうねこのいわゆるその思想家ですけどね霊能力があったっていうね、えー、こともその文献には出てますね物質的な世界を超える霊的な世界にね あの関して語るようなでただこの,あのドイツ人ですからあの、ね、実際にこれ1925年にねこの人死んでますけどあのルドアダルフ・ヒトラーとはもう犬猿の仲やったっていうことも書かれてますねこれなん、えー、でか言うたらこの,あのシュナイターのこの人の整いあ言うてることでね今もちょっと笑いになってきてますけどねワクチンは絶対あかんとね。 あのワクチン反対論っていうののがこのだったんですよで今ちょっとそれはネットでまた全然話あきの方行ってしまいますからねちょっとお置いといてでねあの宗教家っていう授業の中で、まあ、そういった宗教の、ね、広い意味での,そのキリスト教の教育もあの行ってた行ってるんです実際に行っています、ね、であのそのこの教育ねうんぬんっていうねこのことについてはね全然僕も否定もしないし。 ね、いろんな教育の方法があるんですけど。ただね、ちょっと思い出してほしいのはね、全然このあの、学校と一緒ということじゃなくて、こうやって置いといて違う事件のことちょっと頭に入れてほしいの。松本サリン事件、ね、オウムの事件の時、ちょっと思い出してもらえますちょっと若い子思い出されへんかも分かれへんけどね。あれね、 オウム事件ってあの今の若い子ってねなんか地下鉄のサリン巻いていろんな人が死んだカルト集団の,、ね、あのいわゆる麻原将校という教祖がおってポアするみたいなことでそれぐらいしかイメージないでしょ。 ね、だけどあれ宗教団体としてね当初ねこんなことがあったんじゃないかって坂本弁護士一家殺人事件とかいろんな事件起こしてるんですよ松本サリン事件とか近づサリン事件とか他にもねいろいろロシアに行って武器輸入したりとかいろんな事件やっとるんやけどね初めの頃ねこれ報道はどうやったかっていうと宗教弾圧になるいうことである意味ね、あのー、そんあの批判はしてなかったんです。朝原翔子とかもメンバーとかテレビバンバン出てね、あのー、子どもの相談番組とかもやってたんですよ。 これなんでかっていうと、宗教弾圧につながるということで、もう、あの、そういう、あまり報道しなかった。だけど、ね、最終的にあんな形になったと。ちょっと覚え思い出してくださいね。これ宗教とかそんなんが絡むと、急に弱腰になるのがメディアとか警察なんです。ね。これちょっと頭入れててください。ほんでね、僕が、今からちょっと、この事件、考察ね、ちょっとしていきますけどね、僕が注目しているのは、まず、この男の子が、 いいわゆる善だやったという点ですこの1点。で2つ目は捜査が打ち切りなるスピード、ね。発見、捜査、打ち切りこの以上なこの2つに対してねあのメディアもすごいしょぼい報道しかしなかったっていうこの2つの点がいわゆるその僕の中では怪しいなぁとのじゃなくて片付けてまた警察やらかしよったなという感じですよ。 ああ、ついに上からの圧力でね、ああ、話ねじ曲げたな、あ捜査もこの辺でもうこういうふうに落とし前付けとくと、警察一番簡単なんですよ。で、自殺で片付けるのは警察で一番簡単ですよね。もう終了ですから。要するに犯人がおれへんわけやから、手がかりとか証拠とか目撃情報とか捜査せんでええわけやからね。自殺ついたら、はい、終わり。これ、この事故は自殺でした。完結、一番簡単と。ね。だけど、 だまされへんよっていうね、そんなん、だまされへんよとね、警察がね、僕もそういう何回も動画上げてますけど、実際に自分が警察に一をまかれたことのあるの事件に関わってきましたからね、警察っていうのは、もうこの辺で事件を収めとこうって、これをやるんですよ、そういうのが警察なんですよ、ねそれちょっと頭に入れてくださいね。で、警察自身は、もうみんなに発表しないね第三者の DNA 回しようともないと、ね。 だから、あの、その、遊び場から、あの、現場の足跡が見つかれへんかったってね、争った形跡もない。笑かしよるね、争った形跡なんかあるわけないじゃないですか。だって、これ間違いなく、ね、犯罪を第三者がおるとしたら、知り合いが一緒に犯行してるわけやから。だから安心してるやん、知り合いやから。だから争わないじゃないですか。じゃあ、この知り合いは、どんな知り合いかということですよね。だけど、 警察はもうね、捜査してるうちにね、僕の考察ですよ。ね。これ捜査してるうちに上からもう、この捜査もうもうもう,もうやめとけぐらいの話です。なんでかとか理由もなしに上からやからね。もう軍隊と一緒やから、上からの命令で、はいわかりましたっていうのが警察やから。なんでですかこうこうこういう理由で捜査をやめなさいというか、一切ないから。ね。 はい、もう、捜査も,もうやめとけ、今の段階でもうくくっとけ、って、これで終わりやから、捜査なんて。だもう、現場の人間って、はい、わかりました、って、はい、もう、捜査込んでええぞ、とこれで終わるんですよ、実際。どんな圧力がかかったかね、秘密を隠してということですよね。だから、現場も知りません。なんで、捜査が打ち切りになったなんて。ね、上の方でもう、その捜査打ち切りと。 つまり圧力があったと。ね。で、もちろんこれね、現場の人思ったと思いますよ。初動操作でね。いっぱいね、なんかこれ足さ殺ちゃうんかなと思ったと思うよ。この現場の人間って。えー、だけど中止って僕はこんな感じだと思いますよ。ね。で、まあ実際ね、これはあの、面白いよね。あの、この教育ね。宇宙と。ね。僕はこう思うよ。宇宙の宇宙と繋がれみたいな。で、この、えー、教育ね、NPO 法人の教育何かっていうとね、教科書まだないんですよ。 教科書ない。で、あの、要はその自由な発想っていうね、自然とみたいな、ね、そういうような発想の教育、ね、ちょっと調べてください、これね、わからへんしはどんな教育やってるかっていうね。でね、よく言われてんのがね、あの、子供がね、そういうあの中でね、自分でなんかあの自殺の方法をインターネットとかで調べてね、で、なんか本、本で自殺の方法とか学んだっていう話ありますけど、これもないです。なんでかっていうと、この学校の教育方針に、 携帯持ったらあかん。パソコンいじったらあかん。ね。こういうように遮断してしまう教育やから、そんな自分でインターネットとか、ね。携帯とかもう持たれへん教育やってるわけやから。そういう情報の取りようがないわけですよ。つまり、もう小さなこの情報の中で、考えてください。10歳の子供が洗脳されていくわけですよ。しかも親がね、その緊張じゃなくて、ちょっとだいぶ離れたところの学校まで通わすような、家族がそういうような、ね、考え方の家族やから。 の子供は専用されてていってるねであのー、当然近所にも友達いませんよねこういうあのー、子供やから引っ越ししたばっかりでしかもそこの学校に通ってへんわけやから、ね、お母さん遊びに行ってきますよ言うて誰と遊ぶんだそんなそうでしょ遊ぶ人いてないやんか僕も実は小さい時にね私立高校遠いとこから通ってたあ私立小学校に小さいとこから幼稚園の通ったけども近所なんか友達なかなかおれへんよねそんな で小学校、僕4年生の時に引っ越しして、地元の公立小学校に入って初めて友達ができたんやから。それまではもう、遠いもん、電車で帰ったから。だらこの子も同じじゃないですか。地元の小学校行ってへんねんから。ね。誰と遊ぶんや、そんな遠いところにしか友達、10歳の子供やねんから。それをね、あの、警察はね、いや、なんかあの、近所の子供たちと遊んでた事故かも分かれへんな。近所に友達をおれへんと思うよ、僕絶対。自分の経験からね。でけへんもん、そんな ね、ででもね学校に行ったらねそういうあの教育を受けるわけでしょ特にそのエーテル体とかねアストラル体とかそういうあの宇宙とかそんな話をされるわけですよねでそういう中でねあの知り合いの犯行が僕はあったと思うんですよでこれどういうことかというとあの要はそういうこれはもうほんまに僕の考察ですよここからね そういう、いわゆるその関係者、顔見知りの、ね、もっともうちょっと年上かな。だから、えー、坂木榊原生徒の犯行もあったから、まあ14歳以上ぐらいにしときましょうか。10歳の子を騙せる言うたらね。14歳以上の、ある意味そういった、あの、性癖を持ってる、ね、子が、えー、そういう、あの、宗教的な発想の中で、たぶらかしたいと思いますよ。 あの現場の写真見てもらったあれなんか街の中の小高い丘で遊んでたって言いますけどね結構人目につかへん場所ですよあれ結構人目につかないですしかもその発見されたが夜のりでしょときな昨日あんなとこ人通れへん場所やからねいくら街の中にあるてちょっと人だと離れたとこですよ、ね、ほんでなんかあの言われてますわ近所の,あの,友達あの友達と一緒にあの近所のところで遊んでたでそれはもうないってそんなん。 遊ばへんって、それ近くの小学校の子供たちがあの山で遊ぶことあっても、この子は近所に友達多分いてへんよ。だからその子は遊ばへんよ。ね。で、あの、そこで、あの、目立たんところに僕は連れて行って、そいつが14歳から。 ね、上のその宗教的な顔見知りのやつがね、あの、どこで知り合ったとか言いませんよ。そんなん僕はインタ YouTube やからそんな言われへんからね。その宗教的にはそういう宇宙のつながりみたいなことで子供の顔見知りの人がそこの辺に連れて行って、そして性的にはいたずらをしようと思ったけど、そういう話の中で宇宙とつながろうとかいう中で、ひょっとしたらこの日満月やったかもわかれへんね。なんかそんなうまいこと言うてね。 ほんで子供にあのよく抜がさせて、ね、軽く手絞って、ね、手縛って、木のところで、ね、首吊って、宇宙と繋がろうみたいなことでね、僕は性的いたずらに繋がるようなことやってたんやと思いますよ。ね、もう人を殺したり傷つけたりっていうね、そういう、あの、榊原生徒みたいなことじゃなくても、その恐れやる。なんでかいたら、善田やからですよ。なんで善田になるんよ。考えてみて、善田になる理由。僕もいろいろ考えたけど、これ性的ないたずらが知人からあったと考えるのが、 シンプルなんじゃないですかねほいで、殺す気がなかったかもわかりません。犯人は。備えして性的いたずらをして宇宙と繋がったな、みたいなね、いうような形で、はい、服を着て帰ろうって、しようと思ったかもわからへんけど。だけど時間が時間やし、僕は殺す気あったと思うけどね。わからへんよ。ここは推測やから、高卒やからね。ほいで、あのー、そんなん勘してるうちにね、 殺す気なかったけど何か窒息して死んでもうたかほんまに殺す気やったから殺してしもったとだけど彼の性兵器はそこまでやったということでそこで切り刻んだりとかいやそういう性兵器までいってなかったと彼っていうか僕これねあの女性の犯行も考えられますよ女性でも、ね、こあの子どもの、えー、要するに幼児しかあかんっていう性兵器を持った女性もいっぱいいてますからねこれあの調べてみてくださいいっぱいいてますよで 部長にこういった、あのー、この理事ね学校いろんなこういったその宗教関係の理事ね名前見てください、あのー、女性めっちゃ多いよ女性だから僕は女性の線も捨てられへんなっていうふうに、ねあのー、踏んでますねでねこれね、あのー、もしもねもしもね、あのー、自殺やったとしましょうかもしも、ね、もしも自殺やったとしたらメディアね 大切なのは動機じゃないですかもしも自殺やったとしたら。なぜこの子供がこんな自殺のしたかっていう動機をジャーナリストなりメディアは突っ込んでいくんじゃないですかこれも止まりましたよねこれなんで止まった普通やったらいいかなダメじゃないですかもしも自殺としたらほんまやったら。言ってないよねパッと報道止まってるよねこれ。警察もパッと打ち切ってるよねこれなんで圧力かかってるんですよ。どんなとこから圧力かかったらこうなるんですかっていう話ですよ。わかりますよねちょっと考えたら。 ね、どこなどの本で言うてるんじゃないですよ、それは圧力かけるの決まってませんかもっともっとやばい話で言うと、上級国民からの圧力ですよ、上級か国民からのつながりの圧力ですよ、それやから止まるんですよ、それともう一つね、操作が簡単に打ち切られる、えー、パターンとしてね、例えば、死んだ人間がね、昔の言葉で言うたら得た否認やったと、死んだ人間が官僚やったと、これね、全然操作の力の入れ方違うんですよ。 死んだ人間がどんな奴かということで捜査は変わるんですよ。それはそうですよね。芸能人やったら捜査は騒ぎますね。あ、芸能人思い出した。これあの、ここの,この学校の卒業生は芸能人もおるんですよ。斎藤孝かな。この人、ちょっと飲み方孝っていうのは何て言うのか僕も知らんけど、この人、卒業生ですよ。ね。で、あの、こういった、あの、学校、僕は絶対、あの、全然非難してるんじゃないですよ。ただ事実として、事実としてね、ここの学校に通ってた孝が、こういう 形でいわゆる品詞したよと警察は首突いた断定したよと。僕なりにそれは違うんじゃないの。っていう考察をしているだけです。どうですか？僕は絶対に。これは犯人いてますよ。犯人だけど殺された。この可愛さやけどね。10歳の子をね。たった10年間の人生の中でね。たね。自分の小さい世界やけども、その小さい世間の中。でもまた小さい世界の中で。死んでいったと思いますよ。この事件ね。 あのー、ほんまに、その家族の人もね、コメントね、ほんのちょっとだけ出してますね。お父さんなんかもうコメントね、あの取材拒否ですよ。もうコメントしたくないで初はじめにちょっと言うてますけど、もう全然もうノーコメントみたいな感じ。自分の子供が死んで家族がね、そんなね、ノーコメントって、これもおかしいですよ。あんな死に方してて。皆さんどう思います自分の子供があんな死に方したらね、ノーコメントおいて終わりますか普通やったら終われへんよね。 今のあのあ美咲ちゃんの事件見てくださいのお母さんもう2年も3年もねあたってんのにねもう泣きながらね自分のことはまた生きてるんじゃないかな言うてねあれがほんまの親の姿ですよで僕はこれは不思議やなと思うのはニュアンスで考えたらねまず警察の捜査の打ち切りメディアもうおかしいこれが前代あったっていうのもおかしいですでさっき言うたように年間たった14人しか小学生で自殺してない中でねこんな機会な死を遂げてるんですよ まあだけどこの事件はもう解決したことになってるからね、いくら僕らがこんなこと言うたってあれやけども、だけど言うべきやと思って僕はこの動画を上げました。まあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。JJ チャンネルでした。